軍服。イギリスの軍服は、イギリス軍の軍人により着用される衣類であり、主に海空軍、海兵隊及び陸軍の連隊の制服を指す。本校では陸軍に制服が導入された、王政復興以降現在に至るまでの、イギリスの軍服の特徴と変遷及び、イギリスが各国の軍服にあるいは、イギリスの軍隊が服飾の分野に与えた影響について述べ、 産業革命は1760年代にイギリスの織物工業から始まった。そのため、イギリスは18世紀後半から服飾に関して大きな影響力を持つようになり、特に男性の服装については当時ヨーロッパ文化の中心であったフランスが英国風を盛んに取り入れたため世界を主導するようになった。フランスが取り入れた男性用服装の中に、 英国貴族の乗馬服であるフロックがあった。1780年代になるとフロックは男性の標準的な服装として普及し、フランスでは宮廷でも着用されるようになり、軍服にも採用された。イギリス風の服装はフランス革命後さらにフランスで好まれるようになり、ナポレオンの大陸軍でもフロックが標準的軍服となった。また、フロックはイギリスに逆輸入され、 軍服としては陸軍が1850年代まで海軍では製造として第二次世界大戦後まで使用することになる。19世紀のイギリスは産業革命とナポレオン戦争の勝利により得られた海軍力の優位性を背景にパックス・ブリタニカと呼ばれる派遣を享受していた。またフランス革命によりフランス宮廷が崩壊したことから ビクトリア女王の時代には、イギリス宮廷が、欧米社会の模範となり、服飾の分野でもイギリスが世界をリードしていた。そのため、男性の服飾に関しては、ビクトリア女王の夫である、アルバート皇や息子のアルバート・エドワード皇太子、後のエドワード7世が欧米社会のファッションリーダーとなった。男性服飾史においてはこの時代を、アルバート皇の時代と呼ぶこともある。 ドイツのザクセンコーブルクゴータ公国講師であったアルバート公はそれまでの過敏な英国宮廷をドイツ風の質素なものへ変えていったが服装に関してもプロイセン軍の略装であったフロックコートがこの時代に男性の昼間用製装となった現在でもフロックコートのことをアメリカではプリンスアルバート公と呼ぶことがある軍服に関しても当時導入された ドイツ風の重機併用ヘルメットは、アルバートヘルメット、車交帽は、アルバート車交と名付けられている。その後、アルバート・エドワード皇太子を中心に、イギリスの男性服飾文化が発展するに従って、背広や結び下げ式のネクタイ等現在でも、世界中で使用されている、様々な男性用服飾品が、王文化の中心であるイギリスから生まれた。 そしてこの流れは19世紀以降の軍服にも無関係ではなくイギリスで発展した軍服が世界中の軍隊に影響を及ぼした。陸軍の軍服にもドイツ風の質素なデザインが取り入れられ1871年の不屈戦争にプロイセンが勝利してその軍事制度が世界的に注目されたためにさらにその傾向が強まった。しかし、 このドイツ風の軍服は清掃用とされるようになり、時代の必要性から生まれた新しい種類の軍服が戦闘服や会食服として使用されるようになった。そして、その新しい種類の軍服の多くはイギリス発祥である。イギリス社会から生まれた背広にネクタイというスタイルはイギリス陸軍に採用され、現在では全世界で標準的な軍服となっている。 海外植民地を維持するために、インドやアフリカ、香港及び東南アジアをはじめとした世界各地に大英帝国の軍隊が派遣されたため、熱帯、亜熱帯地域や砂漠地帯などの温暖な気候の土で得られた戦訓から採用された防雨用のピスヘルメットやカーキ色の軍服も多くの国で採用されている。また、広大な植民地を有してきた関係で、 第二次世界大戦後に独立した旧植民地に陸軍、空軍、警察を含め訓練法、更新などや制服のデザインにイギリスの強い影響を留める国は多い。それに対してパックス・ブリタニカを支えた海軍の制度は各国の模範とされ、今日の海軍でイギリス海軍が確立した基本パターンを直接、間接的に引き継いでいない国は海無と言ってよ。 現在では、全世界の海軍で標準的な軍服となっているブレザーやセーラー服も19世紀のイギリスで生まれており、その影響は、沿岸警備組織、アメリカ沿岸警備隊など、商船高級船員、民間航空機パイロットの制服にも及んでいる。イギリスの軍隊から、一般社会に広まった服装も多く、セーラー服やブレザー、ピーコート等が海軍の軍服から、 トレンチコートやピソヘルメット等が陸軍の軍服から民間に普及し、現在でも世界中で広く使われている。カーディガンは戦場での知恵から生まれ、軍服として使用される例は少ないが民間で広く使われている。また、ダッフルコートは漁師の防寒着として生まれたが、イギリス海軍に採用されたことから広く民間に普及した。 現在に至るイギリス陸軍の組織ができたのは、新京と革命後の王政復古により即位したチャールズ2世の時代である。当時は連帯ごとの制服が着用され始めた頃であり、一部の国で同じ色のサッシュを身につけることが行われていた。17世紀末頃から、不評の上着の色が国ごとに統一されるようになり、イギリス不評は赤色の上着を着用するようになった。ちなみに、 フランスは青、プロイセンは根性色、プルシアンブルー、オーストリアは白、ロシアはオリーブグリーン、バイエルンは水色。英国陸軍では、戦訓や一般社会の変化等により新しい服装が導入されても古い服装を残して種類を増やしていくことが軍服の変遷における特徴となっている。具体的には19世紀後半の軍服が清掃、 同じく19世紀後半の上層、略層が冷層、20世紀前半の戦闘服が上層となって残っている。そのため現在の服装規定では、服装の種類が他国に比べて多くなっている。チャールズ2世がピューリータン革命のために亡命していた頃、フランスではルイ14世による改革が進められていた。ジュストコール、上着、ベスト、道キュロット、 ハンズボン等から構成される男性の新しい服装は最初、軍政改革の一環として導入された軍隊の制服に採用された。亡命中フランス宮廷に出入りしていたチャールズ2世は1660年の王政復古により即位した後、ルイ14世の改革を参考に新しい陸軍を編成し、新しい服装をその制服として導入した。世紀に入ると、 男性の服装は、上着が細身になり、前を開いて着用するようになった。そのような流行を取り入れて、ジョージ2世は1742年と1751年に、陸軍の制服大改正を行い、複製を整備した。この時採用された上着は全面を開き、折り返して、ボタンで止められるようになっており、閉じて着ることもできた。そして、 折り返し部分の色は連帯ごとに規定された。爪襟のタンムワギ、チュニックと蝶ズボンが19世紀中頃に採用され、20世紀初頭までの間に幾度か細部の改正がされた。その間、ビクトリア女王とアルバート公の成婚と共同統治を経て、重機兵以外の聖望は幾度か変更され、ドイツ色が強くなった。そしてこの服装は、 略装や戦闘用の服装が別途制定されるようになったため製装として扱われるようになり、現在でもフルドレスとして使用されている。色や形は連帯によって異なる。現在でも英国陸軍の連帯は独立性が強い、ため服装も連帯ごとに異なる部分が多く、近年になって制定された戦闘服や略装にも違いが見られる。 特に帽子の色や形状は細部の変化に富んでおり、帽子は他国の軍隊及びイギリスの海空軍では階級による違いはあるが、同一のものを着用するのに対し、陸軍では現在でも連帯ごとに定められている。英国陸軍の服装規定は1950年代に整理され15種類に分類された。現在では14種類が定められている。 19世紀半ばに採用されたデザインを原型とし、20世紀初頭までに数回の紹介性があったが、それ以降ほとんど変わっていない。軍装が上装や戦闘副等に分化する以前からの軍服である。現在では、王子付き兵隊、ハウスホルドキャバルリー、この絵師団、ガードディビジョン、王立騎馬砲兵、ロイヤルホースアーティレリーの将兵及び、 連帯の軍学隊のみが公式な儀式の際、着用する。ただし、王立戦車連隊のように20世紀以降に、新設された連隊には制定されておらず、軍学隊もナンバー1ドレスを着用する。色や形は連隊によって異なる。例えば、この F 表連隊は、服と袖のボタン数及び、配列、帽子の羽飾りが、連隊ごとに異なり、連隊の識別ポイントになっている。 王立木馬砲兵連隊には棺を乗せた馬車を引く任務があるための際にその華麗な清掃を見ることができる。20世紀初頭から内地警備用のパトロールドレスとして使用された服装で1950年代に純清掃として採用された。雨蓋のある胸ポケットがついた立襟のチュニックが基本となっているが召喚はダブルのフロックコートである。色は ライフル連隊が上下能力色である以外は基本的に紺色でスコットランド連隊の一部はタータンチェックのキルと景気兵は赤のズボンを着用するフルドレスを着用しない将兵は最上級の清掃としても使用するそのため勲章や気章を持っている将兵は略樹の上に正規の勲章類を装着できるようしているカーキ色の背広型で 常温用の上層。19世紀末、海外での戦闘服として採用された。襟は立襟から折襟へと変化し、第一次世界大戦頃には、昇降用は、解禁の背広型になったが、可視感、兵は、第二次世界大戦まで折襟だった。第二次世界大戦期に講述する上層、戦闘服装兼用のナンバー5ドレスが導入され一時は、廃止されていたが、現在では、 宮殿以外のパレードや儀式でも使用される巡礼装としても使われている。そのため、勲章や気章を持っている将兵は、略樹の上に正規の勲章類を装着できるようにしている。温暖地域用の清掃。白の上下で、上着はナンバー1ドレスと同様の雨蓋のある胸ポケットが付いた立襟のチュニック。昇降専用の温暖地域用背広型制服。 ナンバーにドレスと同型だが、色は単色となっている。第二次世界大戦期にイギリス及びイギリス植民地、並びに英連邦王国諸国で制定された、当時としては本格的な戦闘服であった。上層としても用いられることを期としており、一時はナンバーにドレスをも代替し、戦後はイギリス連邦諸国をはじめアルゼンチンやベルギーなどの国外にも広まった。しかし、 万能を歌っていながらも、実際には、イギリス本土、北欧南部の過ごしやすい気候に合わせていたため、南ヨーロッパのような日射量の多い温暖地及び、東南アジア、太平洋島のような熱帯域や、あるいは、朝鮮半島のような高地、寒冷地には向かなかった。結局、どのような環境においても、中途半端なものとなってしまっており、1950年代を、 経て1961年に廃止された。これにより、ナンバー2ドレスが常温域用の上層として復活する。1990年代初頭の湾岸戦争期に導入された現代的な迷彩服で、基本的にはナンバー9ドレスに砂漠地域用の迷彩を施したものである。結番となっていたナンバー5に挿入されていた形式だが、 2011年の新型戦闘服の導入に伴い、ナンバー9ドレスと共に廃止された。ブッシュジャケット型で単色の上着、ワイシャツの着用は省かれる場合もある。温暖地域用上層でナンバー2ドレスと同様にパレードや儀式でも使用される。温暖地域用の半袖シャツ、上温域用戦闘服、ジャングル向けのオーソドックスな迷彩が施された。 熱帯域用戦闘服。砂漠向けの迷彩戦闘服であるナンバー5ドレスと、共に2011年に廃止された。常温域用、メスドレス。ブラック体相当の会食服。色は連帯ごとに異なっており、連帯のフルドレスに概ね準じている。熱帯域用、メスドレス。ナンバー10ドレスの上着を白にした服装。ウエストコートは省略される。 乗車服や調理服等の特殊服装。上温域用略装。シャツはナンバーにドレスと共用で、上着の代わりにプルオーバーのセーターが付属する。温暖地域用略装。おおむねナンバー13ドレスに準じるが、肘の位置までのシャツの袖まくり、もしくは半袖シャツの着用が認められている。セーターは省略される。ロイヤルスコットランド連隊の将校もしくは、 上級総長の上層で巡礼層として用いられる。と呼ばれるタータンチェック柄の蝶ズボンとグレンガリー棒を特徴とする。主観の袖上にはカール、円管が付された。この影響は日本海軍の軍服などにも見られた。BR イギリス海軍の遺憾は二階級である。袖章日本語の階級故障は海上自衛隊の相当する階級とした。 一等階層以外の袖章は、検証とほぼ同一。袖章、腕章。イギリス軍の軍服から一般に普及した服装は、セーラー服や、トレンチコート等数多い。イギリスを発祥とするメソジスト系、プロテスタント教会、旧政軍の制服は、イギリス軍の軍服を模している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。